が、まあ、前回のロッテルダムではソビエトを破って、はい、ソビエトの4連覇を阻止したわけですが、そうですね、今401番のゼッケンが見えましたが、はい、ソビエトのボギンスカヤと、はい、そしてルーマニアのエースのシリバスの ね、 そうですね、女王争いも一つ注目でしょ、はい、7000人の観衆を飲んでおります。シュッツガルトのマルティンフライヤーホール、まもなく最初の種目が始まります。さあこの鐘を合図に競技開始です。女子の団体自由の最終グループ、どうやら SDR 南ドイツ国営放送が作り出します。 国際映像の映像はまず最初はルーマニアを段違い平行棒を捉えるようです。まず1番に登場するのはこのフィリップです。規定では全体の中で21番目という成績を残しました。このフィリップ1番バッターの意味というのは、そうですね、次5人続きますから、できるだけ高い点数で終わらせる、それがもう一番課題でした。特に安定している人を持ってきますね、はい、まず離れ技はトカチェフです。背面飛び越しを見せました、はい、最近は女子の段違い平行棒でも離れ技が1つ2つとありますから、もう1つぐらい入ってくるんじゃないんでしょうか。あ、今度はそのまま落ちました。そうですね、前方系でおりましたね、はい、離れ技は1回ですけれども、前方車輪から前方の2回宙返りという折りですから、かなり高度な技ですね。私は家が前方宙返りで、ね、そうですね、はい、離れ技を見せるのかなと思ったんですがね、はい、1回回転して終了時にもう1回そのバーを懸垂すれば家が違いですね、で今のはもうその後もう1回まだ回るというんですね。で宙返りの中でも後方に2回よりも前方に2回回って立つ方が難しいんですね。そういう点から考えますと、まあ、離れ技は1つでも折り技に非常に特徴があったということで、かなり高得点が期待されますね。まず最初の演技者のフィリップが終わりました。これ折り技ですね。そうですね、ここからですね、前方に2回回って着地しました、はい、それも着地まで決まってますからね。耳にイヤリスでしょうかね。そうですね、外国の選手はよく小さい頃からもほとんど生まれてすぐ赤ちゃんの時にしてしまうそうです。あ、はい、こうやって演技を終わりますと、周りあの花が、ね、飾られてますが、はい、そこに座って自分の得点を待ちます、はい、今回こちらの粋な計らいですね、フィギュアスケートはよくそうやって自分の点数待ちますけれども、はい、得点が出ませんで、さあその前にカメラが変わりまして、今度はソビエトに変わります。ソビエトは跳馬最初の演技者です。サドネンコーワ、あ、2人目ですね。サドネンコーワ154センチで40キロ、16歳になったばかりです。ロンダードが入りました。1回ひねります。素晴らしいですね、はい、10点満点の D 技の技ですけれども、非常に高いんですね。それも引き手にあとすぐひねらないで、一度体を起こしてからその後ひねってますから、かなり高さに余裕がありますね。こそ動いてますけれど、かなり満点に近い点数が出てくると思いますよ。右足の、ま、半歩のズレですね。そうですね、左足は動いてませんね、1回目このサドネンコーは 9.837、 これから2回目です。女子の跳馬は2回演技ができまして、同じ飛び方でも変えても、あるいは変えてもいいんですが、良い方が得点になります。多分同じですね。あ、これは0点です。いえ、9
器具に触れてないのでもう一回取ることができる。そうですか、はい、相場の場合ですね、助走のやり直しができるわけです。男子の場合にはこれ踏切板を踏んで中断とか、あるいは横を走り抜けて出てんですがね、はい、1回走り出せば男子の場合は多分もうダメだと思います。そうなんですね、引き返すことできませんからね、はい、女子と男子ちょっと少しずつ違うんですけど、女子の場合はロイター板、踏切板ですね、跳馬、何も触れなかった場合はもう1回やり直しができるわけです。いい方が得点で、これが2回目です。これも同じ飛び方でしたね、はい、ロンダートから後方伸身宙返りの1回ひねり、まあ、あれだけ足が合わなかったのかやめてもう一回やってまた同じようにできるんですから、すごい精神力ですね。綺麗な伸身姿勢ですね、はい、高さも十分ですよ。しかしこのサゾネンコーワという選手は、加納さん、そうですね、私もあまり耳慣れない名前ですね、さあルーマニアです。ボンタシ、はい、車輪かひねりかとかって飛び越し、もうこのコンビネーションはもうみんなやってますね、上位の国は。ギンガー飛び越しですね、はい、後方車輪から2回宙返り、ああ着地綺麗、そうですね、うん、この選手は日本にも来たことがあるんですよね、はい、国際ジュニアという大会で頑張りましたけれども、今度はもうやはりジュニアから育って国際の舞台に近い出てます。さあソビエト、ストラゲはこれもロンダードから同じ飛び方でしたか ね、 そうですね、先ほどのサゾデンコーワと、そうですね、でもこちらの方がやはり高さと体の空中での姿勢が非常に良いですね。ただちょっと右足 の、 あのベタというんじゃなくって、こうかわされたような挨拶の仕方はちょっと良くないですね。なるほど、はい、サゾデンコーワよりも高さがありますが、この選手やっぱり右にテーピング巻いてるせいなのか、なんか右足をかばってるんでしょうかね。まあでもこれだけの高い位置から着地するんですから、相当負担はかかりましたよね。この選手は去年のソウルオリンピックの時に平均台の演技で落下しまして、はい、怪我して途中で棄権してしまってるんですね。そうなんですね、したがってそういう意味ではこの世界大会で結局こういう気持ちがあると思いました ね、 ね、今年5月のブリュッセルでのヨーロッパ選手権で個人総合3位に入りました。ソビエトの国内ではもう3本の指には入る実力ですね、あの4月のソビエトカップ、それから9月の全ソ選手権、ともに優勝してますからね、ボギンスカーを破って、はい、今回はやっぱまだベストコンディションじゃないようですよ。1回目の得点が出まして 9.825、 これから2回目です。同じ飛び方ですね、わずかにまだ右足動いてますけど、もう安定してますね。もう空中での姿勢の乱れがないということが特に素晴らしいですね。規定終わったところでこのストラゲワは4位に位置しております。前走の大会から1位ということを比べたら、やはりここでも 1,2 番につけておくのがこの人の実力かもしれませんね。そうでしょうからね。まあ、練習見てても公式練習の時も平行棒一番最後まで残ってやってましたから、やっぱりもう一つなのかもしれませんね。なお前に行われたサドデンコーワの跳馬の得点は 9.837、 2回とも同じ得点でした。アメリカです。ウェンディ・ブルース、アメリカチームのジョンソンと並んで2枚看板の1人。ニューヨーク生まれでフロリダの高校2年生16歳、9月の下旬のアメリカ最終予選では優勝しています。
抱え込むのもおっしゃるとですね、アメリカの選手は全体的にこういう体型の選手が多いですね。はい、メアリル・デストンをちょっと思わせるようなね、はい、ちょっとお尻が大きいかなっていうんですけどもとても強くて、はい、とてもパワフルですね、いかにもそれに明るいですよね、イメージが。もう男子の応援やもう規定の時バラバラになってチームメイトの応援ものすごいですね。さあ2つ目のシリーズは、前方宙返りから抱え込みの2回宙返り、全体的に言ってアメリカの選手のジャンプ系の運動が得意ですよ。今年からルール改正になりまして、体操系のジャンプやターンというのはものすごく重要視されてますから、そういう点では難度の高いジャンプがかなり入っていると思います。最後が2回ひねりだったのはちょっともったいないですね。もう一つ欲を言えば、そうですね、今の世界的な傾向でいうともう抱え込みの2回宙返り以上というところですね。ルーマニアの段違い平行棒、エウジェニア・ポパです。この選手もやはりチャリン1回ひねりからギンガーというそういうコンビネーションを使いますね。今度はトカチェフでした、はい、インサイトですね、宙返りよりです。もうほとんど男子と同じ世界ですね。本当そうですね、はい、ルーマニアの国旗が揺れます。各国の応援団というんでしょうか。そうですね、やはり今回が48の国と地域からですから、はい、いろんなところから来ているようですから。そうですね、ここの班に入っている国は、まあ、皆さん母国が遠いですけれども、スイスですとかフランスですとか、まあ、隣の国からはかなり来ているようですね。そうですね、はい、報道陣も大変な数です。さあアメリカです。スタック、この人はオリンピックにも出ました、ジェンのムーンサルトですね、はい、女子の選手もほとんどムーンサルトをやりますからね。今のような組み合わせも面白いんですね。今年から体操系のジャンプやターン、それと宙返りなどのそういうアクロバット的なものを直接組み合わせなきゃいけないっていうのが板運動に入ってきてるんですね。2回半なんです。前方に向いてますから、これから今のミックスのコンビネーションも加点の組み合わせになるんです。いかにもなんかアメリカらしいという動きですね、ラストですね。場内にアピールしました、キャロル・ミッシェル・サック、いかにもアメリカらしい明るい床の演技を見せました、ね、お化粧にもだいぶ凝ってますね、アメリカの選手は。髪の毛もキラキラ光ってるんで、多分何かラメ入りのポマードみたいなのがつけてるんじゃないですか、レオタードの赤に合わせてリボンも赤でした、ね、はい、さあ今度は中国です。頭を使って上がりました ね、 そうですね、おでこをついて羽を置きましたね。 C 難度の技ですよ。陳水平です。規定では17番目の成績出した中国のエース。この選手はアジア大会の歌、ね、のチャンピオンだったんですね。3年前のソウルアジア大会です、はい、かなり身長も伸びて女っぽくなりましたよ少し、まあ、その時が、15歳で、現在18歳ですからね、大きな開脚ジャンプ、ジャンプの連続ですね、まあ、平均台の上で高かったジャンプとこう簡単に見てしまうんですけど、
いざやってみるときちんと180度開くっていうのは難しいですね。あ、ドリブルを見せましたね。はい、そうですね。で、今のちょっと審議に申請されていたそうなんですね。そうですか、はい、世界の初めての技という、うん、まあ、あの体を伸ばしたところからはあるんですけれども、抱え込みの宙返りから一度体を伸ばしてローリングをしましたので、一応審議申請ということで申請されております。さあ、フィニッシュは抱え込みのダブル宙返り寄りでした。いいですよ。さあ、ソビエト出てきました。個人総合の優勝も狙おうというボギンスカヤ。ソビエトの乗馬ストラゲは 9.862、 それからリュドニクが10点満点を出しました。2回飛んで2回とも10点満点という得点でした。そしてラセノアも2回目に10点満点を出しまして、これで女子はこの大会合わせて10点満点が4つになりました。さあ1回目、これも決まった。ちょっと着地動いてますね。何か、あの、今回の跳馬は他の3つに比べると得点の出がいいようですね。そうですね、それだけ技術ももう安定して高さもあるからっていうことも言えますね。あ、でまたボギンスカヤ選手が跳馬は得意ですから、そうなんですよ、審判もそういう目で見てしまうので、なるほど、まあ、その選手にしてはそんなにいい跳躍ではなかったと私は思うんですけれども、さあどのぐらいの点数が出てくるか。ソウルオリンピックのこの跳馬金メダル、ね、今年5月の世界選手権でも金メダル、はい、やはり出てるようですけれども、そうですね、 9.90 でした、はい、前の選手が素晴らしかったので、やっぱり一角になるとやはりボギンスカヤ選手もかないませんね。着地を止めていってほしいですね。さあ、先ほどと同じ同じですね、飛び方ですね、はい、4-91という数字が見えました。あ、今度は来ました、出ますね。ムードとして出ますか。あの、でも6人の審判が採点してますので、そうなんですね、はい、で6人の審判の結果出した点数の上下をカットしまして4つの中間点の平均点ということで、はい、まあ、5人が10点を出さないと、いかがですか。いいですね。ただ癖なんでしょうか、もういつ見てもボギンスカヤ選手というのは着地したときに足が前後にずれるんですね。これですね、右足ですね、はい、そうなんです、はい、できればやっぱりピタッと、さあ、ね、得点を待ちます、はい、ソビエトのエースのボギンスカヤ、やっぱり、ね、あ、出ませんでしたね、はい、9.95、 0.05 上がりましたけれども、ということは2回目に飛んだ 9.95 が彼女の跳馬の得点になります、はい、これまで女子は10点満点が規定で、チリバシが跳馬で出し、そしてソビエトのリュドニクが床で10点満点を出しています。そしてこの今日、先ほどリュドニクが跳馬で10点満点、そしてラシェノワも10点満点、それからシリバスもどうやら段違い平行棒 で、最初の演技で10点満点を出したようです。さあ、それでは10点満点の得点をご覧いただきましょう。ギュドニクです。ソビエト2回になりましたね。そうですか、やっぱり2回ひねりで出し止まったら出さざるを得ないですね。審判もあの、まあ、ちょっとおかしいと思われる方もいるかもしれませんけど、はい、新人の1回ひねりで勝ち点が10点なんですね。で、2回ひねっても10点なんですよ、ということは1回ひねって10点出して2回ひねってやっぱり止まってしまいますと、すぐ来なければもう10点より上はないわけですから、これご覧ください、2回飛んで2回、そうですね、本当も10点満点だったんですね、はい、素晴らしいですね。今度はラシェノワ、これも10点満点の技、あ、これは素晴らしいですね。やはりひねった後に体を一度また伸ばして着地を止めるというのはかなり余裕がありますから、もうそういう点ではもう熟練性がもう十分に取れますね。1回目の優勝を狙いますソビエトが最初の演技で6人跳馬を飛んで、はい、このうちの2人10点満点ですよ。そうですね、でラストのボギンスカヤ選手が出せなかったっていうのも、こうなってくるとソ連のそうなったですからね。
もう一目見ただけでもしかしたらこのままじゃないかと。さあそのソビエトを追いますルーマニア、ポトラックの段違い平行棒です、はい、ポトラック選手も去年オリンピックの時からだいぶイメージが変わりましたね。そうですね、はい、今回ルーマニアのベテランの3選手非常に体が大きくなって女っぽくなってるんですね。ドブレ選手、このポトラック選手、あとシギバス選手、はい、このポトラックはソウルオリンピックでは個人総合4位でした、はい、大変素晴らしいですね。 9.925、はい、このぐらいの演技が当たり前という感じですね。終わってからも次の選手のために支度をして帰るという。さあシリバシです。これシリバシなんですよね。あのソウルオリンピックに比べるとしっかりお姉さんになりましたもんね。そうですね、ファンの方みんな驚かれるんじゃないかと思いますけど、とても女っぽくなってしまって。段違い平行棒でソウルオリンピック金メダル、はい、そして2年前のロッテルダムでも金メダルの段違い平行棒得意です。技の構成はソウルオリンピックと変わってますか？そうですね、そんな大幅には変わってませんけれども、今のようなスタルダーからもう1回ひねったりとか折り方も変わってますよね。前振りの前方宙返りの半分になりました、はい、そうですね、足の指示をしてませんので1つランクが上になって加点も2つ最高級の技ですね。おそらく個人総合ではそうですね、ソビエトのボギンスカヤと女王を争うでしょう、はい、今回まあ、シリバス選手にとっては世界選手権が今回19歳ぐらいになりましたかも、はい、ということは2年後に今度世界選手権ありますから、その頃21と言いますとかなり体力的に女子にはちょっと厳しい時期ですから、今回も狙ってるでしょうね。でしょうね、はい、ということで最初の演技10点満点でした。最初の種目が終わりました。これで1位のソビエトと2位ルーマニアのとの差が 1.723、 規定が終わった段階よりも 0.1 ほど広がりました。153センチ48キロ、18歳。この選手は2回ほども日本に来てますので、はい、おなじみの方もいらっしゃると思いますね。ロッテルダムの世界選手権にも出ました、はい、ワールドカップにも出ました。高い込みのメンタルですね、まあ、どちらかと言いますと今までの中国の体育では割とないんですね。そうですね、はい、ややアメリカ体育、そうですね今の感は素晴らしいですね。あのやはり中国と言いますととても華奢で細くて柔らかいというイメージがあるんですけれども、この選手は、まあ、柔らかい人みたいですけれども、やはり今度は力もということで、今ラインオーバーがありまして 赤旗が上がって 0.1 の減点があります。この人は規定では32位、中国の中では6番目、一番下でした。最後のシリーズですね。ちょっとらしくない失敗ですね。両手をつきまして、はい、2回ひねりだったんですけれども、ちょっと回転が失速したというか、そのままひねり終わってから落っこってきてしまいましたね。体の方が単語のリズムに乗って、はい、まあ、力強く演技をしたんですが、いいですね。ここでは少し後ろに回転があって、一緒に大きく足を一歩出してしまったんですね。これは最後のところですね。両手をつきます。やはり失速してますね。これで減点。そうですね、両手をしっかりというわけではないので、まあ3部ぐらいの手のつきでは減点かもしれませんけど、0.3 ね、着地が低いということで技術欠点も引かれますから、やはり 0.5 近い減点にはなってしまいますね。現在3位の中国です。さあソビエト、
段違い平行棒。佐渡電工は高いですね、家が飛び越したら、ね、はい、下回り越してもまだ倒立近くに残ってますからね。さあもう一回離れ技、銀河でした。さあ車輪から後方抱え込んでの2回宙返りよりです。暑いですね。まあもう特によく思うともっと言ってしまうと、あれだけ高くてあれだけ素晴らしい離れ技をしてますから、ただの2回宙返りだけで降りるのはもったいないと、そういう気がしますね。あれもう一回ひねる、そうですね、ムーンサルトもだいぶ出てきてますので、そういうところまで持っていけると、はい、もう特に素晴らしいと思いますね。高いですね、画面から消えてしまいますね。本当ですもんね、はい、もう一つ離れ技はジンガーが入りました、はい、これです、はい、後方宙返りひねり懸垂。今年の記録からもやはり離れ技もだいぶ重要視されるようになりまして、同じそのバーの高さで回る、あるいはその以下で回るというのはもう格下げと、何度格下げというふうに厳しくなってますからね、まあ、どちらかというとこれまで世界的には無名でした佐渡電工は得点 9.95。 今度はデュドニクです。15歳、まだ幼さもわずかに残っています。そうですね、割と盗賊とかチェコみたいな顔してますよ。あ、難しいですよ。さあ、この人も離れ技いろいろ入りますが、その前に右から出る距離ですね、出すぐ飛び越し、あ、ちょっと失敗ですね。多分トカチェフですね、もう一つ。の技術が素晴らしいですね。これもダブルでした。そうですね、惜しいですね。あのベルク宙返りから飛び越した時に手がわずかに下側でずれてしまってるんですね。でそのために次の、はい、悔しい。さあ今度はルーマニア、ドブレ登場。前回の1987年ロッテルダムの世界チャンピオンです。しかし規定で43位で遅れましたね。そうですね、落下があったんですね、段違い平行棒でね、はい、ちょっと痛いミスですね。ソウルオリンピックも個人総合6位。そういうとこから考えますと、ロッテルダムの世界選手権が一番、この選手は一番調子が良かったのかもしれませんね。このロッテルダムではこの平均台でゴールドメダルとゴールドメダルを獲得している平均台です。ルーマニアという、まあ、国柄もコマネッチ選手も思い出されますけれども、はい、平均台はもう特に素晴らしいですね。やはりトレーニングが一番多いと聞きますので、1日の練習でも30本40本という投資をするそうです。多い日はもう50本ぐらい、少なくても10本ぐらいは投資そうですから。これは瀬戸率と胸倒立と首倒立と交互にやってるわけですね、はい、最近は日本の選手もやるようになってるんですよ。さて着地は、ね、やはり3つの技をつなげてやるというのは降りは素晴らしいですね。後転跳び、それからもう一つ後転跳び、両足で踏み切りまして2回の後方宙返り降りですね。他の選手たちが迎えます。トリエートはラセノアです。先ほどのジュノニクの段違い平行棒は 9.862。 相変わらずトリエート勢は高得点が続きます。
試合終わった段階でこの人は5位、ソビエト内では3位ですね。高いですね、銀河飛びとしたら次また堤防飛びです。後方のスタルダー通り、さあ、鍵から抱え込みのダブル、はい、まあ、前の選手から比べますとちょっとだけ難度が落ちるような気もするんですけれども、まあ、素晴らしい演技ですね。まとめ方がうまいですね。何かこう、ソビエトの中ではちょっと変わったタイプといいましょうか、パワフルさといいましょうか、力強さ感じますね。そうですね、ボンタッチです。これも素晴らしいですね。4つ技を組み合わせましたね。開始技の後転飛びから後転飛び、そして宙返りを2回続けました。ドブレの平均台は 9.95 でした。今のような平均台の組み合わせが今度要求されるようになりました。ジャンプから今後転飛びをつなげました。こうやって横から見てますと台の幅10センチとは思えませんね。そうですね、床の上で動いてる、制限時間は1分10秒から1分30秒の間。これも難しいんですね。あ、飛行車の大開脚跳びは C 難度なんですね。さあ、この辺から終末技ですね。さあ、ここからフィニッシュに向かいます。口は決まらなかったんですけど、にっこりということで、ね、はい、かなりやっぱりいい出来だったんでしょうね。ソビエトドビンスカヤです。ダシノワの段違い平行棒は 9.95。 ルーマニア、ソビエト相変わらず高得点ダッシュ。このボギンスカヤの平行棒の見どころは今の技なんですね。サリンカーヒメリはもうすごい素晴らしい完璧ですね。あとはやはりそうですね、片足を外したここからだと思うんですけれども、はい、これですね、ここからまた倒立値上げ、はい、これが非常に独特ですね。あ、2回ダブルできましたが、今回この人月面やりません。そうですね、あのしばらく抜いてたんですけれども、最近また入れまして公式練習でもしてましたね、でも今回はやはりもう 安全にというんじゃないですけれども、やっぱり点数を着実に取るということでちょっと挑戦してくれませんでしたね。ここは一つの彼女オリジナルの、ま、見せ場でした。それから、ね、2回宙返りより、まあ技を一つ落としても難度は十分というところが、まあ、王国にもソ連の素晴らしいところですね。さあ、ボギンスカヤの後は今度はルーマニアのエースのシリバッシュ。これもさっきのドブレ選手と見てるんです。あ、ちょっと変わりましたね。手離すようになりましたね。この平均台、ソウルオリンピックの金メダル、4年前のモントリオール、うん、世界選手権でも金メダル。シリバッシュ選手の平均台も定評がありますからね。もうびくともしませんから、今回もどうでしょうか。うん、後転飛びの後2回連続の後方伸身の宙返りでしたね、はいはい、もちろん最高級難度の D でシリーズ加点という組み合わせの加点があります。ああ、珍しいですね。ちょっとぐらつきましたけれども、ドビンスカヤと、まあ、世界の女王を争うであろうこのシルバッシュ。今情報ですが、先ほどボギンスカヤ段違い平行棒で10点満点を出したという表示があります。ここからフィニッシュしますね。抱え込んでのダブル、
こちらアメリカの選手ですね。ジョンソンです。はい、この選手こちらで人気があるんですね。昨年こちらの大会で優勝したそうで、かなり人気があるそうですよ。ああ、そうですか、はい、一昨年の中日カップにもやってきました、このブラディ・ジョンソン。まあ、アメリカのエースでしょうね。そうですね、今もう予選も1位で通過しているそうですから、はい、もうエースですね。この選手はちょっと面白いですね。跳馬で手にプロテクターをはめているという。どれどれ、はい、めったにあまりないんですけど、アメリカの選手時々するんですね。あ、本当だ。まあ、手のためじゃなくて手首の保護らしいんですね。あ、はい、このロンダート系は早く突きができますので、この前日本で行われる国際ジュニアでソ連の選手がやはりジュニアの選手で、まあ、そういう速い突きの中で手首が持たなくて骨折をしてしまったということもありますので、予備のために多分手首をしっかり保護するためにしているんですね。このブラディ・ジョンソンは155センチで48キロ、ソウルオリンピックは個人総合10位でした。この跳馬で5位に入っています。1回目 9.875、 これから2本目。さあ2回目です。これは前転飛びから入ってきましたね。そうですね、屈伸のクエルボ飛びですね。前方宙返りに腕ひねりですか、表示はそうですか。まあ、難しいところなんですね。難しい飛び方ですね。はい、見た目にもひねってから回ったのか、回ってからひねったのか。さあ中国です。床の演技は李炎です。今年3月のモスクワニュースの大会で9位に入っています。規定ではこの床で 9.587。 抱え込みのムーンサルトが入りましたけれども、この選手は今年の春行われた日本の国際スポーツフェアに来日した選手ですね。ですから、まあ、世界選手権で大きい大会は今回が初めてだと思いますよ。中国は陳水平、ヨウハ、オウ・ルンセイ、ハン・テク、マッセイ、そしてこのリー・ペン、ソウルオリンピックに代表メンバー6人のうち今回4人残りました。まあ、中国の典型的な選手のこのタイプですね。手足が長くて柔らかくて細いと。ただ一見そういうところで、中国の選手体力がない、スタミナがないというふうに言われがちですので、うん、今回どの辺まで粘ってくるかというところですね。やはり最終のタンブリングが2回ひねりというのはやっぱり物足りないですね。やはり最後に難しい技を持ってくるというのは、そうですね、ですから最近の体操というのがかなり体型的にも2つに分かれてきているんですね。というのは、もう柔軟性と動きの美しさを追う人と、でパワフルさですね、そういう力強さを追う人で、体型 もう筋肉質の体型とスラッとした、まあ、理想的なのはその両方兼ね備えると、やっぱり細い選手の方が私は美しく見えるとは思うんですけれども、まあ、なかなかそうはうまくいきませんから。これで2種目が終わりましたが、種目移動の間にアメリカの跳馬をご紹介いたします。先ほどのジョンソンは2回目に飛んだ 9.90 というのが得点になりました。この選手もロンダートからの進出の1回戦ですね。ウェンディ・ブルースです。十分に着地を見てから足が出てますからね。2回とも 9.875、はい、中国とルーマニアと、そしてソビエトが激しく、まあ、首位を争っていますが、その上位ゴギンスカヤ、そしてシルバシュとともに段違い平行棒で10点満点を出しました。シルバシュは平均台で 9.90 でした。これがソリエート、はい、ストラゲワです、はい、平行棒はラストの選手ですね。
素晴らしいムーンサルトですね。最後にムーンサルトを持ってきましたが、はい、9.95。 そして中国は陳水平、床を最も得意としている選手ですね。147センチの18歳。素晴らしいですね。高いですね、はい、しかもテンポ宙返りという一つ宙返りを入れてからの屈指のムーンサルトですからね。さすがにこの選手タンブリング選手の出だそうです。そういうことで床はものすごく自信持ってますね。前回のロッテルダムでこの床で6位に入り、ソウルアジア大会で優勝、ね、近いですね。テンポ宙返りから2回宙返り、もう助走がないですね、思わず場内から拍手。動きもやっぱり少しずつ大人になってますね。さあ最後は素晴らしいですね。大体の選手がやるんですけれども、抱え込みの2回宙返りなんですけれども、足をぴったりと閉じているというところはこの選手の素晴らしいところですね。という 9.925 の中国陳水平でした。中半2種目が終わったところで、ソビエト、ルーマニア、中国、アメリカ、この順位は変わりません。まあ、これまでにこの大会、この体育館ではドイツカップを毎年12月に行っております。さあソビエトです。バイトワ選手、ね、はい、平均台が始まりました。この選手も今回はもうほとんどトップバッターでもう活躍してますね。今までですとほとんどラスト、その前という風な演技順だったんですけど、それだけソビエトの選手の層が厚いということなんでしょうかね。ひょっとするとこの人が控え7番目になるかという声もありましたもんね。どこの国行ってもエースで出場できますね。ソウルオリンピックにも出ました。この時にはソビエト4番目で個人総合の後半に残ることはできませんでしたが、ソウルに比べて身長もだいぶ伸びたようですね。あ、そうですか。でもこれだけのソビエトが強い施設というのは、この選手が代表しているよりやはり技の難度もさることながらとても美しいんですね。そうですね、体操がね、それはもうどの選手も見習いたいですね。この人は演技をずっと続けていると白い頬がぽーっと赤くなってくるんですね。そうですね、いかにもロシア向けという雰囲気が出てますね。さあフィニッシュ、やりました。大体2回かなと思うんですけど、これがまた素晴らしいですね。キラキラキラとひねって3回、もう3回ひねりっていうのはひねり系はもうひねり切りが難しいですからね、なかなかもう2回宙返りっていう人は多いんですけど、やはりひねりが得意な選手なんですよね。多いですね、1、2、3、早くてちょっとスローモーションだよね。でも分かりかねますもん ね、はい、おや、バイトワの横でちょっと目薬でも刺したんですかねさあバイトワの平均台の得点を待ちます。トップがこれだけやってくれてほとんど満点近い演技ですからね。 9.925 ですもんね、はい、ここから点数が普通はこう次順で上がっていくっていうのが本当なんですけど、はい、9.925 ですか。どうやって上がっていくんでしょうね。さあ今度はダシェノワです。手を使わずに前方宙返りに上がりました、はい、
ました。ああ、高いですね。はい。やはり片足でやる選手が多い中、やはり 両足で蹴ると高さも出ますし、まあ、それだけ着地が不安定になりやすいんですけど、見事ですね。ジャンプも見事で、やはり開脚の姿勢が180度と言われてますけど、腰の高さまでそれ以上に上がるという選手少ないので、このラチナー選手は素晴らしいですね。までのところほとんどミスありませんから、これで着地まで決まると先ほどの点数を上回ることになります。これ月面できましたか。そうですね、それもムーンサルトで2回からですね、ロンダートからでなくて、そのムーンサルトの前に2つ技があるんですね。すごい技を見せました。ラシェロは着地こそ決まりませんけれども、難度的には先ほどの点数をやっぱり上回ってますね、はい、もう一回見ましょう。はい、着地だけですね。今日のラシェノワは先ほどの跳馬で10点満点、そして段違い平行棒 9.95、 これが3種目目でもうソケットの選手 9.9 以下の点数取らないというような感じがしますねこうやってみると何かこう気の強そうな。そうですね、はあ、9.962 です。この最後の 6-2 というのは不思議な方いらっしゃると思うんですけどね、あの女子の採点今年から 0.05 で採点をしていいということになりましたので、はい、9.9 よりももっと上だろう、でも10点ではないというのに対して 9.95 と、そういう点数をつけられるようになった結果なんですね。続いて今度はソビエト、ストラゲはゆっくりと見せて、ここから片手の倒立です。ここからが見せ場なんです。あの平行部でよく男子がやりますね、ヒーリーという、はい、それを平均台でやるんです。どんな技でも男子がやったらもうどちらできないことはないというぐらい取り入れてますね。このストラゲワは平均台、この演技でソウルオリンピックでは落下して後を非常に棄権しました。そうなんです。まだその後遺症か、左の膝にはちょっとサポーターをしてますね。この開脚ジャンプの時のつま先の美しさ、ちょっと伸びてますね、はい。さあ、降りは抱え込みダブルですが、右足が一歩後ろにずれます。そうですね、内容的には前の選手の方が良かったようには思うんですけれども、感心するのはあのミスが、ね、ないんですよ ね、ソビエトの選手は。着地と、まあ、ターンの後に少しわずかですけれども、まあ、ほとんど、まあ、見てもいかなくてもいいようなミスですから、ここも素晴らしいですね。この映像が面白いですね。台の幅が1センチ、やはり台の幅よりも体の方が大きいですからねそういうことを言います。やはり上から見るといかに平均台が難しく細いかということが分かります ね。アメリカです。アメリカのサンディ・ウールジーです。全米選手権で今年3位、最終選考会では4位に入っています、アメリカのサンディ・ウィルジー。どんな離れ技でしょうか。片手飛び出しですね。ただ規定の演技にも入っている技なんですね、今の。
車輪でひねって、ね、それから、まあ、ただの2回の宙返りじゃなくてその前に車輪をやって1回ひねってから折り技にすぐ直接続けるというのでこれは加点の対象になりますね。いかにもこうパワフルな感じのするアメリカの演技です、はい、ちょうどあの私どもの放送席の、後ろがアメリカの、ね、ABC の放送局 で、はい、かつて活躍したです、ね、キャシー・ジョンソン選手ですね、解説をしてます、はい、そうですね。ルーマニアのゆかはモンタシ、最初はシンキンダブル、シンキンダブルですね。さあこの演技が多分これからの中心になってくると思いますね。体を伸ばして回転をする。あ、はい、今年5月のヨーロッパ選手権ではこの種目で銅メダルを獲得しましたモンタシ。2つ目が高いですね。もう1回やる、また押してきますよ。これですね、はい、これで抱え込みの2回転、連続した後が抱え込みの2回宙返り、もう素晴らしいですね。さあメロディーが変わります。女子のゆかではタンブリングだけじゃなくてこういう動きも非常に面白いでした。見てほしいですね。さあ最後は何を持ってくるか、おそらくドキュメンティー、静かなダブルですね。クリスティーナ・ボンタシ、素晴らしい内容ですね。やはりこれがトップを争う国のやっぱり代表選手なんでしょうね。やはり最後抱え込みだけじゃなくて宙返りから連続してそのダブルをやるというところにやっぱり難しさがありますから強さの秘訣ですね。さあ今度はソビエトボギンスカヤ、女王を登場しました、はい、前方宙返りで上がりました。この人の演技は何かこう見せる、そうですね、芸術性というものを感じさせるようなね、メリハリもきちんとある動き方で品がありますね。ただ時として柔らかい線を消してしまうという風にも見えるんですよ。シュシュノワがソウルオリンピックで個人総合優勝しましたが、そのシュシュノワ引退の後ソビエトの女王、ソビエトの他の選手に比べて体が一回り大きいですね、はい、162センチの48キロ、16歳です。落下、そうなんですね。やっぱりちょっとボギンスカヤ選手は跳馬、ゆかはまあいいんですけれども、ちょっとやっぱり平均台っていうのは弱い種目ですね。段違い平行棒では先ほど10点満点を出していますが、うん、5式練習見てましても他のソビエトの選手と比べますとやはり、まあ、私から見るからかもしれませんけどやっぱり動きが少し悪いんですね。やっぱ体が大きいということで早く動かないというせいもあるのか。さあ続いて渋谷選手ですね。さあ決めんできた、しかも屈伸ですか。そうですね、しかもあの前方宙返りからつなげてますからもう素晴らしいですよ。段違い平行棒で10点満点を出していますこのシリバシ、3種目目のゆかです。シリバシ選手もゆかの動き変えてきてますね。トップとひねってきました。2回ひねりから前方宙返りで続けますね。やはりとても女っぽくなってきてますね。やはり最近の傾向でしょうね。ジュニアで小さい頃に技の難度をたくさん練習してそれを年齢とともに落とさないようにして、しかも
女性らしくこなしていく。場内手拍子、ルーマニア国内で非常に人気のあるヒットソングのメロディーをアレンジしております。最後はダブル宙返り、場内を引きつけました。そうですね、ダミエラシシルバシ、振り付けも憎らしいですね。本当ですね、はい、しっかりお姉さんになりました、ダミエラシルバシ。今回はこのだいぶおなじみになりましたけれど、このルーマニアのレオタードに似た形のもの大変多く見かけるようになりましたね、もういろんな国が使ってますね。ルーマニア の、はい、あの国旗の、ね、赤と黄色とブルーと白をあしらったレオタードです、はい、そして後ろがこうおしゃれに開いているというの、はい、これが最初のところです ね、 ですね。出ました、10点満点、ダニエラ・シルバシ、彼女自身今日2つ目の10点満点、段違い平行棒に続いてこのゆかで実践。ほとんど円熟みを増している演技ですからね、もう成功すればもう10点でもおかしくないですね。でもなんか文句言ってましたかね先ほどの同じルーマニアのモンタッシュのゆかは 9.987、 今度はドブレです。お手つき、そうですね、抱え込みのムーンサルトはちょっと新しく挑戦したようですね。最近ちょっとずっと見てませんでしたね。どちらかといえば平行棒、平均台という器具系が強くて、この床はちょっと足腰弱い方なので、あ、ちょっと問題があるところなんですね。でしかもソウルオリンピックの前にドブレ選手は膝を怪我したとかいうニュースに流れましたし ね、 ね、あの時もやはりムーンサルトは使ってなかったので、今回はやっぱりもう一回挑戦してきてますね。まあ、どちらかというと女性らしいエレガントさを彼女はどう表現するかというのが課題でした。そうですね、やはり最後2回ひねりですから、やはり課題がムーンサルト成功させることだったようですね。最初のね、はい、練習の時も回ってはくれなかったんですよね。回る時はいつも補助ついてましたから、やはり相当不安だったようですね。ルーマニアのシリバシは10点満点を出しましたが、このドブレもう一つ点が伸びないかもしれませんが ね、 そうですね、最初のこの月面、まあ、立てないという高さではないんですけれども、やはり足の引き付けとその回転の我慢がちょっと足らなかったようですね。はい、ドブレの演技でした。ソビエトの平均台ボギンスカヤは落下がありまして 9.475、 そして同じくソビエトのリュドニクの平均台ご覧いただきましょう。これが10点満点の演技です。素晴らしい、今の3つの連続全て宙返りなんですね。本当ですね、手使いません、はいはい、ジャンプの開脚手は今一つというところですね。素晴らしいですね、1回ひねりましたよ。案外ダークホースで上に上がってくる選手かもしれませんよ。なるほど、規定では10位ですが、
まあ、今年から個人総合も試練ありませんから、国内で3位になっていればもちろん個人総合の出場権を得られるわけですから、はい、それからもう1回持ち点をなくして自由だけでやりますから、そうなんですね、はい、どの選手が優勝するかは本当に全く分かりません。このデュドニスは素晴らしい、規定で床で10点、そして今日自由跳馬で10点、そしてこの平均台、今大会3つ目の1人で10点満点を出します、はい。まあ、今私数えただけなんですけど、5つ D 技があるんですね。それも全て加点ついてますので、多分おそらく満点にすると10点以上になると思います。そうですか。ここまでちょっと計算できませんでしたけども、日本でも数少ない国際審判員の加納弥生さんも10点満点つけますか。そうですね、もう減点があっても10点いくつのあれからでしたら、もうこの流れでいったらもうこれ以上の難度はないとすればもう出さざるを得ませんね。3種目が終わりました。今世界一を決めます、ソビエト、ルーマニア、中国、アメリカの4カ国が最終班で団体の10演技を行っていますが、いよいよ大詰め、最終種目に入ってきます。その前にこれは中国の陳水星の跳馬をビデオテープで紹介していますが、まあ、下半身のちょっと乱れはありますけれども、やはり2回ひねるというのは素晴らしいですね。日本ではやはりまだやってませんから、あ、はい、さあこれで3種目が終わって、1位ソビエト、2位ルーマニア、その差が 2.05、 だんだん開いてるようですね。だんだん開いてきました。そして2位ルーマニア、3位が中国、そして4位アメリカ、去年ソウルオリンピックが終わった段階で、はい、その4年後を目指して新しくそのルールが改定されてね、そうなんですよ、規定も新しくなった、はい、難度が上がりますから、それに対してその、はい、まあ、10点があまり頻繁に出るので出ないようにということで、また難度も上がってるわけなんですけど、それにも増して出るという、本当にもう採点規則と技術の本当追いかけっこなんですね。本当そうですね、はい、2位のルーマニアに2点以上の差をつけまして、まず優勝は間違いないというソビエト。ゆかの最初の演技者はバイトワです。タンゴのリズムに乗って、決断できました、はいはい、そうですね、さあ動きに注目していただきたいですね。昔からこのバイトワ選手がこのゆかの動きが素晴らしい選手ですからね。1回半ひねりから2回ひねり、最後はしっかりと決めました、はい、見せてくれましたバイトワです。あの難度的には、まあ、いろんな選手やってるんですけれども、この動きとこのこれだけの難しい技がこれだけ見事に曲と動きとやっぱりマッチしてるっていうのはやっぱりソ連ならではですね。今日のバイトワは跳馬が 9.937、 平行棒が 9.90、 平均台 9.925、 そして今最後の床の演技を終わりました。ひねりの連続なんですね、はい、
中国は李燕の段違い平行棒です。サリン1回戦ですね、連続しますね。ここからとかテストルとしてですね、素晴らしいですよ。ダルガー倒立、段違い平行棒はカタカナの技の名前が多いんですけれども、はい、ほとんど鉄棒からの技の流れ で、 そうです、ね、やった選手の名前がついてるんですね、トカシェフであるとか、はい、ギンガーであるとか、スタルダーですとかね、ギンガーと言いますと、この西ドイツの、ね、方で、はい、男子の鉄棒の出身をしていらっしゃいますが ね、現在3種目終わったところで中国は第3位、2位のルーマニアとの差が 2.214 ですが、これでどうやら4位のアメリカとも 2.2 の差がありますので、メダルには届きそうですね。そうですね、まあ、この選手も初めてで、だいぶその3位というあれには決まればかなり貢献しますね。そうですね、はい、ルーマニアのフィリップです。国際大会にはあまり出ておりません、このフィリップ前転前宙尻餅をつきました。やはり難しいですね、前方系は。最近前方系重要視されまして、この飛び方増えてるんですけれども、やはり前宙というのは着地の面が見えませんので、どんなに高くなっても着地をする前にちゃんと体を開いた時に初めて見えるというので、やはり先取りをしようとして少し早めに開きますとこういう結果になってしまうんですね。ちょっとスローで見てみましょうか。高さも回転も十分なんですけど、ちょっと開きが早いんですね。そうすると足の方が前に滑って出てしまう。1回目は失敗しました、はい、91ですからひねってくるようですね。この跳馬は、1回目 9.225、はい、尻餅をついて失敗1回目。女子の跳馬も審判に跳躍技の番号を表示しなければいけません。そうですね、はい、ちょうど左脇に出てくると思います。2位の9の1がちょっと見えました、はい、これはダブルハーフです。この技やっぱりひねりますと着地の面が早く見えるんですね。そういうことでひねると着地が取りやすいんです。ソビエトオレシア・デュドニク、このデュドニクが規定で10点満点を出しています。ですから自由もかなり期待できますね。今日すでに2つの10点満点、跳馬とそして平均台で10点満点を出して3つ目を狙います。ひねったひねった、1回半ひねりから前方宙返りですね。2回半ひねって前向くだけでも難しいので、そこから宙返りに続けますよ。やはり割と今、まあ、傾向的にコミカル的なものやブレイクダンスを入れたもの多いんですけれども、はいはい、やはりソビエトは伝統的にクラシックの線から外れませんね。でもこれだけ体操選手がエレガントに表現できるんですから、そのトレーニングの秘訣はもう素晴らしいんでしょうね。ソビエトは何が違いますか。そうですね、最近、まあ、日本の体操界が少し低迷しているということで、かなり研究して研究団がソビエトなんかも行ってるんですけれども、小さい頃からも体操を始めるという段階でもクラシックバレエは絶対欠かせないということで、
もう体操にかける時間と同じぐらいかけるそうです。それとやはりトレーニングシステムですね。ああ10点は出ませんでしたが 9.95 ということは10点を出した審判が何人かいたわけです ね、はい、9.95 でした。ナタリア・ラセノワです。今日はここまで跳馬が10点、段違い平行棒 9.95、 平均台 9.962。 この表現力は素晴らしいですね。この選手も期待できますよ。新人のダブル、そこからまた続けて、これまだかまだかという、これでもかというつもりでも技続けていきますね。ソビエトの選手は床運動を動き始めると顔つきまで変わりますね。本当ですね、はい、前方宙返りからダブル宙返り、見せてくれました、はい、ナタリア・ラセノワ。なんかまだ技を隠しているような気が私はするんですけれども、というのは最後の2回宙返りのあの高さからいきますと、もう1回まだ宙返りにつなげられるひねりも入りますね、あの高さでは。さあルーマニア・シリバシュです。規定でこの跳馬で10点満点を出しています。ソウルオリンピックは銅メダルでした。さあどうでしょう。そうですね、着地はうまくまとめようとしてるんですけれども、全体的に後半が重たい感じっていうんでしょうか、浮きがやっぱりちょっと今までの10点満点を出した選手から比べますと足らないような気がしますね。浮きと言いますと、あのひねった後に宙返りがまだ続くのと、もう宙返りが落ちていく段階にひねるのではやはり評価が違うわけなんですね、はい、ちょっと後半ひねりながら落ちてますね。1回目を飛んで、得点を待ちますが、先ほどのラシエノワの床の演技は 9.987、これが10点満点でなかったということで場内からはブーイング。すごいですね。今ちらっと横目で見ましたが、今床ではソビエトのボギンスカヤが演技を始めました。映像も変わりました。ですね、ボギンスカヤ選手もあの独特な床運動を変えてるんですね、まあ、いかにもこうなんて言いましょう、ムーディーな動き、ね、雰囲気をたっぷり味わってください、まあ、少しモダンダンス的なところありますから、もうご覧ください。世界の女王と言われております、ユトララボギンスカヤ、はい、この動きにはストーリーがあるようですね。そうですね、そういうものを感じられますね。他の選手も拍手で迎えます、
まあ、これだけの表現力というのはやはりボギンスカヤ選手だからでしょうね。今年5月のベルギーでのヨーロッパ選手権で見事に金メダル、はい、まあ、その時にはあのオリンピックで使ったソウルで使ったメロディーを使ったんですが、ですね、今回変えてきましたね、はい、まあ、規則改正もあって種目で要求されるものが変わってきてますから、やはり構成を変えるからもう動きも全部変えてきてますね。1回半ひねりからここは2回ひねり、2節目のシリーズのところですね。あの内容的にはそんなっていう、まあ、他の選手ほど飛び抜けてるとかじゃないんですけれども、はい、やはりリカウンド全体的なバランスから言いますとね、やっぱり出ました実践、動きと技とかボギンスカヤ今日2つ目の実践満点で、はい、見事にミックスされてるっていうのはやっぱりこの選手の風格ですね。段違い平行棒に続いてこのゆかでも実践、平均台の落下がありましたが最終種目で見事に見せてくれます。今度はオルガ・ストラゲワ、この人も何かモダンバレーを見るようなゆかの演技です。を変えて1回半から前転に持ち込みました。という感じしません、リカ運動を見てる、まあ、何か動きのこうダンスかなんかバレエかなんかを見てる間に技が入ってたと、はい、そういう感じですね。拡張の高さを伺わせます。さあ、そのソビエトを追っているルーマニア、ね、ボンタシ、先ほどのシリバシュの跳馬は1回目 9.95、 2回目 9.962、 2回目に飛んだ 9.962 がシリバシュの跳馬の得点になります。この選手は足の開きが大きいですね、はい、前半で足を開いてからひねり、それきっかけなんでしょうか、あまりいいとは言えませんね、まあ、あまりというかもうやめてほしいですね。どうやらこれでソビエトは2回ぶりの10回目の優勝が決まったようです。もう選手はしてますね。バイトワがそしてジュドニクが抱き合います。ストラゲワの先ほどの床の得点は 9.987、 これも10点満点、おそらく4人ぐらいは出した感じでしょうかね。そうですね、ボンタシの2本目です。1本目が 9.975、 今度挑戦してきましたね。2回ひねりましたね。でもやはり前半で足を開くというのもこの選手の癖なんでしょうか、ぜひ直してほしいですね。やはりあれはもう減点の対象に絶対なりますので、踏み切った瞬間です ね、 そうですね、踏み切って着地するときに足を開くんですね、ここですね、はい、それであとひねりのとき体締めるためのきっかけにしてるんでしょうね。やはり難しい技をやっても減点対象を作ってはいけませんね。
9.937。 ルーマニアはシリバシ、ドブレ、ポトラック、そして今演技をしたボンタシュ、フィリップ、ポパの6人。2回目 9.937 でしたが、1回目の得点が彼女の得点。今手元で集計をしておりますが、ソビエトが規定と10の合計得点が397.093、大きく引き離して、2点以上引き離して、ルーマニアを引き離しての見事に優勝が決まったようです。この選手は平行棒に定評があるんです。この家があの高いこと、なんとかテストとしても素晴らしいです。これも 9.9 以上は出ますね。完璧の段違い平行棒は 9.962。 そしてアメリカも紹介いたしましょう。ブラディ・ジョンソンです。この選手もジャンプ系が得意ですから、多分平均台の中には素晴らしいジャンプが入っているということでしょう。アメリカのエースで、まあ、今年の全米選手権には2位に2点以上の最高をつけて優勝しているという強い選手です、はい、ちょっとこれは大きいミスですね。高点跳び連続から後方伸身宙返りですね。あのボギンスカヤが落下した、そうですね、ボギンスカヤ選手は宙返りを2回、はいはい、この場での今もう1回後方伸身宙返りですね。さあ、はい、前方宙返りが少し入りますね。やはり今まで見た上位の選手と比べますと、やはり平均台の安定さという点で、やっぱり一つ技が終わるとたびにちょっとしたグラフィーがあるんですね。確かにそうですね、はい、ソビエトの選手と比較しますと、そうですね、そうですね、ね、この週末テニスもやはり日本動いてますからね。そういうところを言いますと、技術的なものはそんなに変わらないんですけれども、その結局はあとは安定性とかそういうものがやっぱり競っているわけですね。ここが先ほどの後転跳び連続から後方伸身宙返り、この前の足でしっかり支えなきゃいけないんですけれども、はあ、その足上げてしまってますからね。 9.762 というブラディ・ジョンソン、アメリカの平均台でした。団体の優勝が決まりました。ソビエトが 397.093、はい、2位のルーマニア 394.931、 その差が 2.16 につきまして、大差でソビエト10回目の優勝を飾っています。そして3位に中国、ルーマニアとの差が 2.815、 そして4位にアメリカが入りました。アメリカが4位、そして以下東ドイツが5位、6位にカナダ、7位北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国、そして8位にブルガリア、9位ハンガリー、10位スペイン、日本は11位です。12位にチェコ、13位フランス、14位イタリア。